さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です。さあ石井さん、これまでこのビジネスフラッシュでは、はい、たくさんの相続を扱っていらっしゃる企業様にご出演いただいたんですけれども、ミシェルさんのご家庭ではもう相続問題解決されましたか。いやいや、もう全くですね。うちのお袋からだよね、今、うん、単独で住まれてるから、どうなるのかね。そんなもう本当に一筋縄にはいかないですよね、はい、さあ今回まずご紹介するのは、相続は相続でも共有名義不動産という相続問題に特化していらっしゃいます、こちらの企業様です。不動産における共有名義という言葉をあなたは知っているだろうか。例えば4000万円の物件を購入したとき、あなたが3000万円、あなたの親族が1000万円出せば、その不動産はあなたとあなたの親族の共有名義の不動産となり、相続などの場面になるとこの共有という言葉が重要な役割を果たすことになる。しかしいざという時、個人では解決しづらいこの問題を専門的な知識と技術で迅速に解決へと導く男がここにいる。株式会社中央プロパティ代表松原正明。総合的な不動産事業のもと、お客様のニーズに合ったサポートを行う株式会社中央プロパティは、共有持ち分アドバイザー、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、税理士といった物件売却までのスペシャリストと提携。誰もが頭を悩ます相続の問題も、より親身でスピード感ある解決策を確立することで、人々の暮らしに安心をもたらし続けている。今回は松原正明をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。共有名義不動産っていうのをちょっと改めて教えていただけますか。はい、不動産ですね、相続した時が一番多いんですけども、相続、親の持ってる実家ですね、はい、まあ、実家を相続するとお二人が兄弟だったと、はい、まあ、一人っ子の場合はそのお一人だけが相続ってなるんですけども、兄弟がいらっしゃる場合は、まあ、兄弟間が法定相続人になると、はい、そうすると二人でその実家の利用状況ですね、今後売るのか売らないのか、お二人が結婚してなければ済むんでしょうけども、はい、家庭を持ってどちらかが独立されたりすると、そこを片方だけが住み続けたり、はいはい、でも名義は二人の名義になってるけどもどうしようという問題が必ず、起きてきますので、でその時に解決方法をどういうふうにすればいいですか、まあ、トラブルになっていろいろと兄弟間ですから、はい、親族間でそのいろんな問題が、あの微妙な問題があって、ちょっと仲が悪かったり、ケースが千差万別でしょうからね。そうですね、相続時における共有名義というのが一番多いですね、まあ、あとは新婚でお二人で仲良く、二人共働きなので、はい、二人のローンで二人名義で幸せな家庭を築きましょうと、入り口はですね、はい、しかしながら事情によって、まあ、夫婦ですからいろんな問題あって、はい、まあ、離婚される場合の共有名義の残された不動産をどうするのかという問題であったり、最近ではその相続問題でも、はい、不動産相続のトラブルってやっぱり多いんでしょうか。トラブルと思っている方々からのご相談を受けるんですけども、一番いいのは相続時ですね、その相続が発生した時、相続発生する前というよりはもうすでに相続が発生しましたと、はい、法定相続人のどなたかからのご相談、うん、4人兄弟で4人の共有名義にそのままであれば4人の共有名義になる予定だけども、うん、どういう解決方法が一番いいんですかと、私は売りたいんですけども残りの3人は売りたがってないんですであったりとか、もしくはその次に、本来親が法定相続人なんですけども、うん、親が先に亡くなっているというと、この代襲相続で子に相続されますから、はい、そのお子さんたちからのこう二次相続による、うん、共有名義、あと先ほど申し上げた夫婦間ですね、まあ、買うときは幸せ満々で買うんですけども、はい、そうだよな、そうですね、時間とともに、はい、具体事例も他にも、はい、教えていただきたいんですが、具体的に一番多い
相談事例はですね、圧倒的に実家の不動産を相続した時にですね、今までは親が住んでいたと、親がご高齢で体調悪くなり、まあ、面倒を見るお子さんたちがいます。そうするとですね、相続なると法定相続分通り兄弟3人だと3分の1ずつになるんですけども、はい、共有名義の持ち分っていうのが、はい、例えば最後まで面倒を見た長男からするとですね、はい、権利こそ3分の1ですけども、いや自分が一番最後まで親を面倒を見たんだと、したがって3分の1ずつ法定相続分通り名義が均等割りされるのは好ましくないと、実質自分のものだよねという気持ちが非常に増えていて、引き続きそこに住み続けようと思っている長男からすると、他の兄弟への3分の1をですね、自分のものに従うという欲望が出てきます。で、逆に兄貴住むのかなと、じゃあ兄貴が住んでくれるのはいいけども、自分たち3分の1ずつあるから、弟妹さんたちからするとですね、私長男になります。そうすると、まあ兄貴そんな高いことは言わないけど、3分の1ずつうちらの分、まあ買ってくれればいいよ、ある程度のお金で、というので基本的にまとまるパターンがある、多いんですけど、まとまらないケースも当然あってですね、何言ってんだ兄貴と、大して面倒見てないじゃないかと、まあお互いの言い分を聞かれて、はい、そういう中での妥当線を見つけられるってことですか。そうですね、その相談者からのいろんな意向があるんですけども、はい、とにかく自分の名義3分の1の持ち分だけを売却したいという方もいれば、逆に長男からするとお二人の部分3分の1ずつを吸収したいので、適正価格で吸収する方法、間に業者として入ってやってくださいと、で自分の言った長男が提示した価格、それが妥当かどうかっていうのは一般の人は分からないので、公平な価格としてある程度出していただいて、で取引にという、はい、トラブルも生じやすいこの事業だが、どのようなきっかけから取り組むことになったのか、松原にさらに詳しく話を聞いた。共有名義不動産を始められようって思ったきっかけっていうのは何だったんですか。入り口は相続問題です。一番相続で揉めるっていうのは不動産なんですね。現金預金っていうのは分かりやすいので、現金で当分割であったり、で兄弟間ですから昔のお金の貸し借りとか当然出てくるんですけども、遺産分割協議によって現金は分かりやすく、分かれすぐ解決はするんですけども、最後置き去りになるのはやはり不動産ですね。そして共有名義の場合、相続人同士で話がまとまらないと、とりあえず共有名義にしようよっていうのが、これが一番トラブルにつながるんですね。つまりその時に解決できないから、とりあえず共有名義にしてしまうと、その後も解決は基本しませんので、置き去りになっちゃう。そうなんですよ。いやー難しいな。もうまあそっか、いろんなケースがありすぎて何も例えられません。そうですね、いろんなケースがあるからこそ、その共有名義不動産に特化しようというふうに思われた。そうですね、はい、うん、思った以上に相続を受けた不動産、そして共有名義の状態で困っている共有者の方々、意思が一致しない共有者の方々の要望がこんなにも多いのかっていうのが分かりまして、でそうすると結果として売却に踏み切ることになるんですけども、売却する場合にもう共有名義の不動産ですから、通常の不動産とは違ってですね、共有名義を買った人もそこに住めるわけでもなく、家賃が買ったと同時に入ってくるわけではないわけですから、共有名義っていうのはあくまでも権利に過ぎないので、そうするとどうしても売却する場合、市場価格よりは当然安くなってしまうと。そうか、そうだな、安くなってしまうんですね。安くなってしまうんですけども、業者さんであったり買取屋さんに安く買うことは、まあおすすめはしてません。1円でも高く売却しましょうよということで、投資家さんをの中からいい条件の投資家さんを見つけてですね、でマッチングをするという、もう完全仲介の立場なので、投資家さんのネットワークを全国に作ってるっていうのは、はい、問題点をやっぱり解決するための近道になってる、ね、はい、投資家さんはその物件が東京でも大阪でもですね、弊社全国扱うんですけども、そこに住むのが目的ではないので、ある意味、まあ、投資ですから、はい、商品として共有名義の権利を購入する、ブランドアドレスがだと見込めば、名前のつく浅草であったり新宿とかってつくと、まあ外国人の投資家さんも多いので。あ、そうですか、はい、基本的には個人の投資家さんたちが多くてですね。あ、そうですか、はい、そうすると価格も跳ね上がりますので、売り主さんにとっては、まあ希望は高く売りたいという希望に叶えられるという、はい、
共有名義不動産を扱ってらっしゃる不動産って他にもあるんですか？共有名義の売却の完全仲介というのは弊社のみですね。オンリーワンなんですね。はい、逆に言うと、まあ、他の、まあ、大手不動あの仲介業者さんからですね、うん、共有名義の不動産の売却を逆に依頼をお客さんから受けて、買い主さんつまり投資家さんですね、弊社からすると投資家さんたちをご紹介してくださいという紹介は破産管財人の弁護士の先生であったりとか同業他社の方々の紹介というのは非常に多いですね。なぜ他ではやらないっていうふうにお考えですか？買い取る業者さんはいるんですよ。さっき申し上げたように共有名義の不動産というとどうしても 100% じゃないわけで何分の何ですから当然安くはなります。で安くなるとなると買い取る業者さんからするとできるだけ安く買いたいわけですから。ただ弊社は仲介なので制約する売買金額かける 3% プラス 6% ですから決まってまして、そうです、売買代金が大きい方がいいです。そうですね、仲介手数料になるんです。そうなんですよ。ですからその辺はできるだけ高く売りたい売り主さんと希望は全く同じ。そうなんですよ、はい、でこれが買い取るという当事者になってしまうとですね、もう切り事じゃなくて安く買うことが目的になるわけですから。でしょうね、はい、そうすると売りたい方とは相反するわけで、あ、それやる会社がなくなっちゃうんだな。そうですね、引き受ける手になってらっしゃるんですね。そうなってきたんだね、なんだね、はい、お客様にはどういうふうに接していらっしゃるんですか？相談来るお客様のほとんどが親族間のトラブルによって話がまとまらないっていう入り口ですから、身内の親族間のちょっとお話はず、話なんですけどもっていう入り口から入るんですけど、弊社は毎日その相談を受けてるので、いやいやお客さんだけじゃないですよと、ズバリどういったケースに当てはまるのかっていうのをお伝えすると本当になんか救われたように、あ、私たち家族だけじゃないんですね、兄弟間もしくは親族間で話がまとまらないのは、うちの親族だけと思ってた、こんなこと言い張ってる親族は違うんですね、あ、全然違いますと、もっと複雑な、はい、安心するな、あ、そうなんだ、聞くとっていう、逆に、はい、そうですね、共有名義を持ったまま解決できないと思ってたのが結果的に他の方のを吸収する、もしくは自分の持ち分を適正価格で売却するという結果として共有状態を解消したとなると、うん、もう本当にストレスがなくなりますから、ね、はい、理解してくれてる方がおられるっていう安心感だよね、うん、相談の時皆さんなんかもうボロボロ泣かれて、いろんな思いがあるので、親族間です、赤の他人だとですね多分涙までは出ないと思うんですけど、当然小さい幼少期は別に仲が良かったんですよ私たち兄弟は、そりゃそうですよね。そりゃそうだ、はい、説明されるんだ、そういうこと、はい、信頼が一番だな。でもね、お付き合いが本当深くなりますね。そうですね、中にはできない物件っていうのもあるんですか？できない物件 あります、はい、投資家さんたちが買わない物件っていうのは基本畑であったり、農地であったりですね、はい、農地法が適用されますので、まあ、農業をしている方しか基本的には買えませんから。あ、そうなんですか？そうなんですよ、はい、一般の人は買えないんですよ。そこにマンション建てないから買うとかってそういうダメなんですか？農地法が適用される場合の地目っていうのは宅地に転用しないといけないので、転用しないといけない、はい、それは許可が必要なんですね。それはまたそれで大変なんですか？そうなんですよ、はい、はい、まあ、逆に言うとだだっ広い畑のど真ん中にビル建ってることなんてないじゃないですか。ないですね。つまりビルが建つ許可が下りないんですね。下りないですよね、はい、農地として畑を耕すんであればいいですよで認められてるエリアであったりすると投資家さんたちは手が、そうですね、出せない、はい、なるほどね、そうか、そうだよね、本当にいろんなケースが。不動産の専門家としてお客様に寄り添ったサポートを続ける松原正明、そんな男が心に刻んだ格言とは？最後になりますが、松原さんの格言を教えていただけますか？打たぬ鐘は鳴らぬ、原因があって必ず結果があるって言うんですけども、行動しなければ成果が出ない、どの仕事にもそうなんですが、弊社その必ず相談を受けた時にですね、相談者の人がどうしたいのかと、でなぜそのトラブルに至ったのかっていうのを正確に聞かないとですね、あ、だったらもう打った方がいいですよっていうのは乱暴に言えないので、今のトラブルの結果をもたらした背景がどこにあるのか、やってない試み、これありますよね、そうすると
じゃあそれラストチャンスでまずやってみませんかなどの提案をして、クリアできればそれってトラブルできるだけ少ない形で解決できるので、ただ単に売却がいいんですか、売却しないこの方法がありますよ、もう一度全員で集まってこれは家族信託で登記するべきですよ、まあ、いろんな方法がありますので、その辺の提案もですね、はい、本の中にもね、本を出されてるわけですけども、いろんなケースがね、共有名義不動産危ないっていうことも、はい、歌われてますからね、今後も我々の強い味方でね、ぜひいていただけたらと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。